これおもろいっすね。おもろいっすね。あのメキシカンレジャーレベルでレストランが勝ってるから、ね、だってだってこの層が薄いじゃん。あった昨日もできましたけど、割と試合終わった後にレストランと話できるんですよ。いや、昨日長州力さんの滑舌の悪さで盛り上がってたから、長州力さんの滑舌が悪いって。中部智さんいるじゃん。